旭川？北海道から一人で？うん。いつ頃北海道を出たんだよ。半年くらい前かな。親にはちゃんと言ってきたのか？言ってない。バカ。それなら早く帰って。大丈夫。きっと私がいなくなってせいせいしてるから。ふざけるな。そんな顔して何が大丈夫だ。そんなのお前にはわからないだろ。わかるよ。家にも帰りたくねえ、学校にも行かねえって言うならお前は何して生きるんだよ。うまいことやって誰かの家に。うまいことやるってどういう風にだよ。バカにすんなよ。今までの野郎はどうだったか知らねえけどな、俺はお前の体なんざみじんも興味がねえ。